東武2000系電車は、かつて東武鉄道に在籍した通勤系電車。1961年に登場し、1971年までに160両が製造され、1993年まで運用された。低都高速度交通営団日比谷線乗り入れ用として開発された東武鉄道の通勤系電車における初の高性能車両である。本校では、 後年本系列を改造して登場した2080系についても記述する。また、個々の編成を表す場合は、浅草、中目黒、柏方線当社の車両番号で代表して表記する。低都高速度交通営団日比谷線への直通運転を間近に控え、直通運転用車両として開発されたのが、本系列である。東武鉄道、 東京急行電鉄との3事業者で作成された2号線車両規格規格内で競技の上で設計、製造が行われた。軽量化2位を配った全構成車体、MM ユニット構成による全電動車編成、両ビラ客用扉、アルミデコラーが多用された内装など、当時のトレンドとなる装備は一通り揃えた形で設計された。 本系列は1961年7月13日より営業運転を開始したが直通運転開始までの間暫定的に東武本線や日光線の運用にもついていたそのため初期の行き先表示幕には浅草、杉戸、羽生、去って、大田などの表示も有していたその後日比谷線が北、千住まで延伸された百六十二年五月より 直通運転を開始し、その後も需要の増大によって増備が続けられ、当初は四両編成で登場したが、最終的には八両編成に長大化し、1971年までに八両、編成2十本計160両が申請された。乗り入れ規格に準拠した18メートル9三扉車体で、窓配置は DD3D3D1、頭部の車両としては、初の、 要開脚用扉を採用した。AA 養式に準拠した設計による全構成車体であり、日比谷線を走る多形式、A 段3000系及び東急7000系が、いずれもステンレス製車体を採用する中で、塗装車体の本系列は目立つ存在であった。前面は貫通構造とされているが、これは前述 AA 養式に沿って設置された。 非常口であり、連結運転を意図したものではない。前面上部中央には、行き先表示幕を有し、前照灯と標識灯は一つのケースに収められて、前面左右相下に設置されており、このデザインモチーフは6000系や8000系にも多少、アレンジを加えつつ踏襲された。また、前面運転台側の窓上には、通風口を設置し、 前面端部に設置された誘導無線アンテナと共に本系列を特徴づける部分である。屋根上には通常のベンチレーターではなく一体型通風ダクトが設置された。車体塗装はそれまでの車両と一新され、ロイヤルベージュ地に窓周りと車体裾部がインターナショナルオレンジのツートンカラーを採用した。これは日比谷線直通列車を容易に識別可能とするため、 高架原則車でもある、本系列のみの特別塗装としての意味合いが込められていた。乗り入れ規格制定に際して、頭部は7800系など車体長20メートル級の車両が主流となりつつあったことから、乗り入れ車両の規格を20メートル級車体とすることを主張した。しかし、A 団が建設費抑制や需要の観点から18メートル車両の採用に傾いたため、 東部側が折れる形で、乗り入れ車両は18メートル級車体とすることが決定した。ところが、その後東京急行電鉄も20メートル車両が標準仕様となったため、乗り入れ側の東部伊勢崎線、東急東横線内において、車体長、扉数が異なる車両が混在し、乗車位置の相違による混乱を招き輸送のネックとも、なるなど、 21世紀に至るまで過根を残すこととなった。この問題は2016年度より A 段から移管された東京メトロと東部が投入する20メートル旧車体の新型車両に統一されることで解決された。車内アコモデーションはアルミデコラの多様によって無塗装化が推進され、ベージュ系のデコラに落第色と称する薄茶色のシートモケットを採用し、 全体的に暖色系のカラースキームとされた。床敷物は緑色系のロンリウムが敷かれている。なお、これら車内配色は1983年に登場した1万系まで実に20年以上にわたって東部の通勤者における標準仕様として踏襲され続けた。車内送風機は車内天井高さの都合から 通常の扇風機ではなく強制送風機が採用され、天井部左右に、地取り状に配置された。また、初期車は、蛍光灯にアクリルカバーが装着されていたことが特徴であった。前述のように、本系列は、頭部の通勤軽車両において、初めて MM ユニット構成による全電動車使用及びカルダン駆動方式を採用したが、それらは、 特急系車両では1956年に登場した1700系より本格的に採用されていた技術であった。そのため、本系列の申請に際しては、当時最新鋭の特急系車両であった1720系の仕様を踏襲しつつ、通勤系車両向けに改良を加えた機器が搭載されることとなった。すなわち制御装置は1720。 軽用 MMCHT10C を地下車用途に改良した全電動車、方式8 m 1 c 電空併用制度方式のものとした。主電動機は、東洋電気製造製 TDK-824 を搭載した。この主電動機は1720系のものと同一で、あるが、歯車比を6.31と大きく取ることで、軌道加速度時速 3.5km、S を確保している。 主制御機は、電動カ無軸式の日立製作所製 MMC、HTB-10C で、こちらも1720系と同一であるが、本系列の用途を考慮してそもそも即制動機能は、付加されていない。主管制御機は、直通先の仕様に合わせて跳ね上げデッドマン式で、直通先の A 断3000系が4ノッチであったのに、対し3ノッチであった。制動装置はこちらも、 頭部の通勤軽車両では、初採用となる、発電制度を併用電磁直通ブレーキである。ブレーキ弁ハンドルの位置は、タイから、前、ブレーキから、重りから、自動から、非常から、抜き取りとなっており、通常は、電気制度から、停止直前の空気制度まで、セルフラップ方式で容易な操作が可能だが、電磁直通制御機が故障した場合は、自動制度方式に切り替えて、 制動操作をする。ただしこの場合は空気制動のみとなり、本来の性能は発揮できなくなる。ちなみに運転台の押しスイッチの一つに電気制動と表記されたスイッチがあり、この銘板の横にはさらに、上り列車、日光板二間のみ開放のことと表記された銘板が重複されていた。このスイッチを開放すると、電磁直通方式の空気制動のみとなる。パンタグラフは、 東洋製 PT-44B をモハ2 1 0 0モハは2300型に各一機搭載した。7 8 7 0系などで実績のある一本、ホーンタイプの p t 4 2系の合体化線対応版であり、従来車に採用されていた p t 4 2系と外観は、ほぼ同一ながら終電船部分の設計が異なり、 パンタグラフ作用光が加工しても押し上げ圧力の低下を最小限に止める機構を備えていたが、同機構は後年取り外されている。またスライダーは当時の頭部車標準のカーボンではなく、ブロイメットとした点も異なる。台車は住友金属工業製 FS340 を装備する。1 7 2 0系が装備する FS334 台車、同様。 アルストム式軸箱支持方式の空気バネ台車であるが、枕バネ部分の設計が FS334 では揺れ枕釣り式であったのに対し、FS340 ではインダイレクトマウント式に改良されている点が異なる。本系列の申請に際しては、これまでの監修によらない新たな不板基準によって形式称号が制定された。すなわち、 100の位について1から順に、浅草寄りの車両から不満して編成内における連結順序を表し、末尾2桁を同一編成における共通番号とする方式である。本系列の場合以下のように不満された。当基準は、後年1万軽新性に際して、新基準が制定されるまで広く踏襲された。しかし、当基準では編成内に増備車を組み込んだ場合、 既存の車両について、会話を行わない限り、順番がずれてしまうという問題が生じた。その後、本系列は、そのようなずれを許容する形で、中間車を、増備増結したため、当基準は本系列においては、有名無実化した。1962年5月31日より、日比谷線との相互直通運転が開始されたが、それに合わせて、 本系列は1962年3月までに4両、編成10本が申請され、直通運転開始に備えた。直通運転開始後は、伊勢崎線の利便性が著しく向上したことから、同線の沿線開発が加速的に進行し乗客が急増した。そのため早急な輸送力増強の必要に迫られ、1964年に、 既存の編成に中間車2両を申請して増結し、全編成が6両編成化された。申請された中間車ユニットはモハ2350、系モハ2250型と新形式が起こされ、モハ2200型とモハ2300系の間に組み込まれた。なお、モハ2350型とモハ2250系の連結面眼通路は強幅化され、 風の吹き抜けを防止するため、貫通扉が新設されたほか、室内灯のアクリルカバーが廃止されて、蛍光灯が剥き出しとなった点が従来車と異なる。1966年には2111から2114編成が申請された。これらは当初から6両編成で落成し、以降申請された編成も同様である。また、 1968年から1970年にかけて毎年に編成のペースで計6編成が増備され全20編成が揃った。なお、2115から2118編成は1720系の代車交換で発生した FS334 を流用して竣工した。また、2115編成以降に申請された車両は 同時期に製造された8000系の8128.8528編成以降と同様、側窓上部が R 形状から直線形状に改められ、角張った印象を与えるものとなった。さらに1971年には、全編成に中間車2両を申請して増結し、8両編成化された。今回申請された中間車ユニットはもは五百五十。 計二千2650型で二千2250型とモハ2300系の間に組み込まれた。また二千2550型と二千2650系の連結面は強幅貫通路とされて貫通扉が設置されている点は前回増備された模波2350系、二千2250型と同様である。百六十七年九月に発生した 中目黒駅における衝突事故で2109編成が被災し、もは2109が脱線大破した。同社は翌1968年6月に何は後期で車体を申請して復旧し、同時に破損のひどかった運転台より台車も申請している。1968年1月には日比谷線上谷町駅付近において車両故障による 改装運転中であった2112編成から火災が発生し、発火源であったモハ2312が全焼し、乗務員と消防士11名が負傷した。当時における不燃化基準を満たした車両が炎上したことが問題となり、地下鉄用車両の安全基準が見直される契機となった。なお、被災したモハ2312は同年11月に、 何は後期で車体を申請して復旧された。1974年以降、東部の通勤系車両の標準塗装が政治クリーム1色塗りに変更されたことに伴い、本系列も全車塗装変更が行われている。また、行き先表示幕は落成当初白地に黒文字であったが、後年根字に白文字のものに順次交換された。なお、1985年以降、 通勤系車両の標準塗装がジャスミンホワイト地にブルーの濃淡帯に変更された際には本系列は日比谷線直通用車両であることから5条防止目的でセージクリーム1色塗りのままとされ廃車まで新塗装化は実施されなかった1988年からは A 団地下鉄も車両冷房搭載に踏み切ることとなり それに伴って本系列も冷房化改造が検討されたが、結局コストをかけて冷房化改造を施行するよりも、冷房負の新型車を導入する方が得策と判断された。これについては、下記の事情が背景にあった。その後後継形式である2万系を代替申請し、本系列を淘汰する方針が決定された。 1988年2月に2110編成が廃車になったことを皮切りに順次淘汰が進行し、1993年8月1日に行われた2118編成によるさよなら運転をもって本系列は全廃となった。なお、本系列中1971年に申請されたもは2550系。 モハ2650系ユニットについては、比較的経年が浅かったことから、同ユニットのみを集約して編成化し、他線区へ転用することが計画された。その転用計画の一環として、同ユニットを捻出するため一部編成を対象に、編成外が行われている。本系列は、廃車後全車が解体処分され、車両として譲渡されたものは存在しない。ただし、台車と、 主電動機の一部は、伊予鉄道2乗とされ、同社700系及び610系の走行機器として、流用されている。2080系も、波2181-2000系の代替が計画された、同時期、野田線で使用されていた3000系の代替も、同時進行で行われていた。前述のように、 2000系には1971年に増備された比較的経年の浅い中間車が多数存在したことからそれらを活用して3000系の置き換えを促進することとなった。なお、改造に先立って本系列の種車となる2000系も、派2550系、も派2650系ユニットを年出するため一部編成で編成外が行われた。 1988年2月に2110編成が、同年3月には2106編成がそれぞれ廃車となったが、2編成から発車車が4両分しか確保できないため、廃車予定のない2113編成からもは2563、もは2663を外して、本系列の種車に回し、2106編成よりもは2356、 もは2256を2113編成に、組み込んだ。また、同年12月には2101編成が廃車となり、同編成から年出された、もは2551もは2651を2108、編成のもは2358もは2258と差し替えた。翌1989年1月に廃車となった2 1 0二。 編成よりもは2552もは2652を確保し、同年10月に2108編成が廃車となって、年出されたもは2551もは2651、及びもは2558もは2658と合わせて一変成分の種車を確保した。このような経緯を経て誕生したのが2080系である。 大体対象であった3000系の野田線における編成が6両であったことから本系列は6両固定編成で登場した。なお各種改造等は西新井工場においてアルナ工期の出張工事で施行された。種車が全車中間車であったため編成両端となる車両に対して先頭車化改造が行われた。全面形状は2万系に酷似した。 左右非対称のデザインとされたが、用途上不要となる非常扉は設置されていない。また、新設された運転台周りの機器については、一部に2000系の廃車発生品を流用しているものの、スイッチ類や各種照明装置については申請している。その他、以下のような改造が施行されている。改造後の編成は以下の通りである。 1> 第1編成となる2181編成は1988年5月に、第2編成となる2182編成は、翌1989年11月にそれぞれ落成し、七光大研修区に配置された。計画段階では本系列は6両編成6本が登場する予定であった。しかし、本形式は、 歯車広く点三一と頻繁に加減速を繰り返す、日比谷線など大都市での運用に特化した仕様であり、比較的駅間の長い郊外区間を高速で走行することを想定した設計ではなかった。さらに変電所の問題から全電動車方式で設計された二0系を一部電装解除せざるを得なかったなど、無理のある高速かつ高負荷走行が災いして故障が頻発したことや、 当時はすでに冷房装置搭載が常識となりつつ、あった時期であったにもかかわらず、本系列は、比例房仕様のままであったため利用客の不評を買った、ことなどから、6両編成2本を持って増備は、打ち切られた。また、野田線から撤退した後には、単編成化の上で、四線区へ転用、3070系の置き換えを計画していたが、比例棒で老朽化が進んでいるものの性能の、 安定している3070系を継続運用する方針によりこちらも見送りとなった。1991年以降、野田線、柏船橋間の運用は20メートル車に統一されたため、本系列をはじめとした18メートル車の運用範囲は大宮柏間に限定された。その後1992年12月1日より、野田線の運用が すべて20メートル車で統一されたことに先立ち、同年10月に2182編成が、11月には2181編成がそれぞれ廃車となった。本系列は、種車となった2000系の全廃に先んじて、改造後わずか4年で、形式消滅した。この時点で本来置き換えるはずだった3070、系は28両在籍しており、 1996年4月に全社引退したことから2080系による3070系の淘汰計画は完全に失敗したことになり、それどころか同時期に5070系3編成が伊勢崎、日光線系統から転属してきており、結果的には2080系が3070系、同様に吊り掛け駆動の更新者である5070系によって置き換えられる形となった。 モハ2350系、モハ2250系ユニットの末尾51から60は1964年申請。モハ2550系、モハ2650系ユニットは全社1971年申請。ありがとうございます。